はい、皆さんこんにちは、203です。今日はブレーキ BRR7000 の方を取り付けていきたいと思います。こちらが R7105 のブレーキです。フロントとリアがあるんですけども、違いはこちらの後ろですね。ここのこのネジですね、このネジの長さが違います。短い方がリアのブレーキで、長い方がフロント用のブレーキになります。シートステーとか、フロントフォーク見ればわかるんですけども、ここの厚さが違うんで、こちらのフロントフォークの方がここが厚いんで、長い方がフロントになります。こちら、フロント用の方なんですけど、ここのネジ部分ですね、こちらをはめるものは付属してます。こちらネジなんですけども、長さが何種類かあります。フロントフォークの穴の深さに合わせてこのネジを使い分けてください。はい、ではフロントのブレーキから作っていきたいと思います。ワッシャーを入れて、はい、規定トルクなんですけど8から10ニュートンになってますんで、8ニュートンで締めていきたいと思います。はい、次にセンタリング調整ボルトなんですけども、こちらの位置が、正しい位置になっているか確認します。これがセンタリング調整ボルトになります。ここから、ネジの先端まで 2.8 ミリ出てれば標準となってます。はい、ではリアのブレーキもつけていきます。ワッシャーを通して、足んないですね。もうちょっと長いのも規定値の8ニュートンで締めます。はい、締めました。これで、前後のブレーキがついたことになります。で、あとはワイヤーを通して調整していく作業になります。はい、今からアウターケーブルを切っていきます。はい、今切った断面ですけど結構きれいに、切れちゃいますね。もし穴が、ひしゃげた場合はこういった針を刺して広げてください。シマノのワイヤーカットの場合ですと、この青いのがこれが取り外しできるようになってて、これが、針になってます。アウターケーブルの長さなんですけども、このキャップをつけてフレームに挿して、こちらもブレーキの方に挿していくんですけども、ある程度の、曲がりがある状態にしてください。もうちょっと短くてもいいかもしれないですね、この場合ですと。このぐらいになるとちょうどいいですかね。はい、今ちょっと切ってみました。こんな感じですかね。もうちょっと短くてもいいぐらいかもしれないですけど、とりあえずこれでいきましょう。ブレーキレバーからこう切っているケーブルがこうつながってこうきますんで、アウターケーブルにブレーキワイヤーを通していきます。フレームにはめて、こちらもブレーキにはめていきます。
すと今こちらにケーブルが出てきましたね。この今出てきたケーブルなんですけども、ここの穴に通していきます。ちょっと角度変えます、ここですね、ここのネジをちょっと緩めますね。ここに隙間ができていると思うんです。ここの隙間に、ブレーキケーブルを通していきます。でこれでネジを締めて固定します。実際はブレーキの調整をしながらここを締めていきます。気をつける点としてはこのロックですね、このロックは締めた状態でケーブルの調整をしてください。はい、それではホイールをつけてブレーキのシューの調整をしていきたいと思います。はい、ですね、このシューなんですけども、リムに対してですね、ここ見えてる上のシルバーのリムの部分ですね、これが、トリセツを見るとここが1ミリ以上、タイヤから離すというふうになってますね。なんでこうぴったりにしちゃうと、まあ、タイヤに当たる可能性があるっていうことだと思うんですけども、ここを少し1ミリ以上下げるっていうふうに書いてあります。はい、今締めたんですけども、ブレーキをかけた状態で1ミリぐらい開くような形にセッティングしてます。で、あと気をつけるのはですね、ここの、ホイールのこのリム部分と、このシューの、間のこの前の方の隙間と後ろの隙間なんですけども、前の方をちょっと狭く後ろを広くしてください。灯印をつけるっていう形になります。極端な例で言うとこういう形ですね。前の方が狭くて後ろが広いというのを微妙な角度でやってください。シューの後ろ側に、何かカードを挟んだ状態で、ブレーキを締めながら位置を調整します。そうするとこのカードの分だけ後ろ側が開いた状態になります。つまり前が閉じた状態、灯印になります。トリセツを見ると 0.5 ミリ後ろを、角度をつけるという形になってます。最後はこのブレーキシューとリムのところのクリアランスの調整をしていきます。トリセツを見ると 1.5 ミリから2ミリぐらいのクリアランスっていう風になってます。まあここは結構好み出るんで、まあ、あの引き尻の遊びを含めたところで各自調整していればいいかなと思います。4ミリの六角でネジを回して調整していきます。まず緩めて、でワイヤーを引っ張って少しだけブレーキを緩めたところで六角を締めていきます。注意点としては、センタリングが出てないとブレーキを強くかけた時にタイヤがその偏った方にグッと動くようになってしまいます。その場合はセンタリングがずれてますんで、ブレーキのこれを、ちょっと力を使ってグッと寄せてください。今ブレーキを強くするとタイヤが右に動きますね。なんでブレーキを逆側ですね、こちら側に、ずらします。ブレーキワイヤーの調整が終わったら、ケーブルを切っていきます。この長さは人それぞれだと思うんですけど、ちょっと僕長めに、後で調整が来るようにちょっと長めに切るのが好みです。ケーブルをカットした後はキャップをつけてペンチとかニッパーで潰します。フロントも同様にアウターケーブルをフレームに合わせてカットします。こちらの穴も整えます。
はい、こういう形で、穴を整えました。フロントのアウターケーブルにブレーキケーブルを通していきます。こちら、ブレーキケーブルをこちらの穴に通していきます。で、このブレーキケーブルをこのネジを緩めてここに通していきます。あとはホイールの幅に合わせてこちらを締めていきます。とりあえず、とりあえずの仮止めですね。これでブレーキレバーを引くとブレーキが動くようになりました。ここのネジですね、ここのネジでも微調整ができます。ここのネジを動かすとどうなるかというと、わかりますでしょうかね。こういうふうにここが左に行ったり右に行ったり、これの調整ができます。あとリムとの隙間の調整なんですけど、ここを回すことによって、締めたり緩めたりすることができますので、最後の微調整はこちらでやってもいいかもしれません。これでブレーキの取り付け作業と調整は終わりました。今回の動画はここまでとなります。この後の作業としては、ディレイラーの取り付けと調整があって、作業の方も佳境に入ってきますんで、今後の動画も楽しみにしていてください。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた。